はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、明日はですね、友人の、結婚式があるんですけども、まあ日頃の行いがいいからか台風がしっかり揃えてですね、まあ晴れか曇りかわかんないんですけど、とりあえず雨は降らないみたいなので、よかったなというふうに思ってます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、歩行時の腰痛ですね。まあ、歩いてる時の腰痛についてお話ができればと思います。で、なぜこの話をまずしていくのかっていうと、おそらくですね、このような腰痛に対して日頃あなたっていうのは、まあ、電気を当ててみたりとか、腰をマッサージしてみたりとか、薬を飲んだりとかですね、そういったことをやられてると思うんですけども、やっぱなかなか良くなってないから、何か原因ないか、何か方法ないかなと思って、多分これを見られてるんだと思います。はい。で、なんでね、痛いところに対していろいろやっても、その症状が、まあ、根本的には解消されないのかっていうと、痛いところに原因があることの方が少ないんですよね。はい、もう一回言います。痛いところに原因があることの方が少なかったりとかします。はい。じゃあ、どこに原因があるかっていうと、それは人それぞれ様々ですね。はい。なので、今日は歩いてる時の腰痛がですね、ふくらはぎというか、すねですね、すね。すねの筋肉のせいで腰が痛くなる人のお話ができればと思います。はい。で、じゃあすねの筋肉ってどこなのかっていうと、はい、前頸骨筋って言われる筋肉があります。前頸骨筋ですね。まあ、前頸骨筋っていうのはすねの前ですね。すねの前、ちょっと後で詳しく見せますけど、まあ、この辺にあるっていうふうに思ってください。で、この筋肉っていうのがですね、たくさん日頃歩いてたりとか、まあ、坂道をですね、よく歩いたり、あるいは、女性だったらヒールをよく履いてましたとか、捻挫をたくさんしてるとかですね、いうことをやってしまうと、だんだんこのですね、前頸骨筋っていうのは硬くなってきます。そうすると、筋肉っていうのは、まあ、膜によって全身つながってるわけなので、この筋肉っていうのは、太ももの前だったりとか、まあ、お尻ですね。お尻の方の筋肉に膜によってつながってます。そしたらどうなるかっていうと、ここ自体が硬くなってくると膜自体が引っ張られてしまうので、それによって腰に張り感が出てきてしまったりとか、痛みが出てきてしまうので、腰痛が出てしまうっていう現象が起きてきます。なので、今の話をまとめていくと、結果腰が痛いよっていうのはあるんですけども、それを引っ張ってるのが前頸骨筋っていう筋肉なのであれば、こっちをですね、柔らかくしてあげないと、こっちの張り感というのは取れてこないんですよね。はい。なので今日はここのストレッチ、前頸骨筋に対するストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思います。はい。そしたらですね、ちょっと実際にやっていこうかなというふうに思いますので、まあ、お布団だったりとかベッドだったりとかに来てください。はい。ちょっとね、足を見せたいと思うんですけども、前頸骨筋っていうのは、まあ、これすねありますよね。すねがあります。これのですね、真ん中のポコッとした骨ありますよね。それよりもちょっと外側ですね、だいたいこの辺りにあるのが前頸骨筋って言われる筋肉ですね。はい。まあ、ここが硬くなってきてしまうと、さっき言ったみたいに太ももの前だったりとか、まあ、お尻だったりとかとつながっているので、まあ、腰痛が出てくるわけなんですけども、ここを今から一緒に皆さんとここをストレッチしていきたいと思います。はい。でやり方なんですけど、ちょっとズームしますね。はい。まずですね、このふくらはぎじゃない、すねのですね、外側にポコッとした骨が皆さんあると思いますので、そこをまず見つけてください。はい。ここがですね、ヒコットっていうところなんですけど、ここから指 1,2 本内側、ポコッとしたここから指 1,2 本内側で、なおかつ 1,2 本下ですね。もう一回言います。ポコッとしたところから指 1,2 本内側で、なおかつそこから指 1,2 本下、ちょうどここがですね、前頸骨筋がこう熱いですね、硬くなってるポイントがあることが多いよっていうふうに言われてます。はい。なので、ここをね、今から一緒に、まずほぐすことをやっていこうかなというふうに思います。
ちょっとワイドにしますね。はい。で、ここをですね、皆さんにまずこっち側、自分のお腹の方に向かって指をですね、グッと入れてあげてください。こうやったら、グッと指をですね、グッと入れます。で、この状態で足首をですね、上にこうやってグイッグイッと上げてください。で、この時に意識してほしいのが、こう上げた時にですね、ここがモコッと出てくると思うんですけども、このモコッて出てきたとこからですね、すね、この骨ありますよね、すねに向かってタタタタッとこうたどっていきます。皆さん、もう一回言いますよ。ここの筋腹から骨に向かってこういくとですね、隙間がちょうどできる部分があると思います。はい、モコッてするとこと骨の間に隙間があると思うので、ここをですね、しっかりと押さえた状態で足をこういう感じで10回ほど上げてください。1、2、3っていう感じですね。ちょっとよいしょ。はい、こんな感じですね。グッと上げていきます。こうすることによって、だんだんこの前傾骨筋っていうのが緩んできますので、で、これが終わったらもう一個ですね、もう一個、ちょっと待ってごめんなさい、もう一個なんですけど、さっきのとこありますよね、さっきやってたところ、これをですね、このすねの下の方まで順番にこう辿って、今からですね、筋膜を緩めていくことをやっていきます。で、やり方はグー、猫の手ですね、グーを作ってもらって、この状態でですね、この状態ですね、ここありますよね、ここをグリグリグリとグリグリグリとしていきます。はい、グリグリグリですね。これを下の方まで、ちょっと前から見せるとこんな感じですね、こんな感じ。はい、これをだいたいこの辺りまでまんべんなくしてあげるのを最後仕上げにしてください。はい、まあ、そんな感じでやっていただくと、足の筋肉が緩むことによって、ごめんなさいね、はい、緩むことによって腰の軽さが出るっていうのがあります。実際今僕右側をやったんですけど、右の方がですね、足が軽かったりとか腰の軽さっていうのを感じますので、ぜひですね、たくさん日頃歩くとかヒールを履く、捻挫をたくさんしたことがある、足がもうパンパンに張ってる人っていうのは、今のやつをやっていただければと思います。はい、今日はね、ちょっとアングルをいろいろ変えて、見にくかったかもしれないんですけども、まあ、いい内容になってますので、ぜひ、やっていただいて、自分の腰痛改善に努めてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。